はい、おはようございまっちょフォルテです。今日はねたくさん皆さんから質問をいただいたので、ちょっとねそれをね答えていきたいなと思いまっちょ。しぇ、ご実家でお母様の作ってくださるお袋の味で好きなものは何ですか？また遠足や学生時代とかでお弁当の中に何のおかずが入ってるとテンション上がりましたか？お袋の味って感じるのはやっぱカレーですね。カレーでね、テンション上がるのはアンパンマンポテトとかハッシュドポテトが入ってるとテンション上がりましたね、弁当の中には。はい。好きな言葉は何ですか？ノーペインノーゲイン、痛みなしには得るものなし、みたいな。ピアノを弾きながら感動し泣いたことがありますか？感動して泣いたことはないんですけど、悔しくて泣いたことはありますね。例えば僕とある音大のめちゃくちゃ上手な人たちの選抜コースの演奏を一回聞いた時に、結構メンタルが弱かった時にその演奏を聞いて、なんか自分との差を感じて悔しくて泣いてしまって、感動で泣いたことはないですね。悔しい泣きはよくあります。悔しいです。ショパン以外で聴くのが好きな作曲家と弾くのが好きな作曲家を教えてください。聴くのが好きな作曲家はラフマニノフで、結構ピアコンが好きです。で、弾くのが好きなのはでもリストとか結構弾いてて楽しいですね、ハマると音が。おすすめの曲教えて。おすすめの曲はチャイコフスキーのピアノコンチェルト、結構おすすめ。今までピアノをやっていて一番良かったと思ったのはどんな時ですか？はい、やっぱり今こうやって YouTube で発信していて、少しずつみんなに認知されるようになってきたことですかね。やっぱ僕はピアノという武器っていうのもあるってことが再認識できたので良かったです。人生豊かにやってます。ピアノ以外の習い事は習字、硬筆、水泳、野球、柔道、バイオリン、英会話、めちゃくちゃ言ってましたね。できず気持ちの面でも、壁にぶち当たった時どうやって乗り越えますか？はい、それはね、もう全く違うことをしよう。ピアノとは全く違うことをして、ちょっとリフレッシュして一旦ちょっと熟成させる、お肉のように。もし小さい頃からピアノに触れてなかったら今どんな生活だった？多分今ゴリゴリの営業マンになってると思いますね。多分ジャパネット高々、それかもしかしたらなんか俳優か芸人を多分目指して東京で多分養成所かなんかに入ってやってると思います。今でもかっこいいマッチョだけどどれくらい目指してますか？YouTuber のジンさんって人がおるけん、そのぐらい、その人ぐらい目指してます。えいって感じ。演奏で常に心がけてることありますか？人にどんな風に聞こえてるかなっていうのを自分で感じながら弾いてますね。じゃあ自分の音楽のセールスポイントは？セールスポイントはド派手で、ド派手でものすごくなんかサーカスに行った気分になれるようなクラシックの演奏っていうのを僕はモットーにしてますね。一人で黙々と練習するコツ？僕はもう YouTube に発信しだしたから、もう練習しないと恥ずかしくてこんなもん投稿できないから、やっぱそのコツとしては誰かに聞いてもらう、誰かのために弾くっていうのが一番上達するコツらしいですよ。ストレス解消法は？ジムです。弾いたことあるのもないのも好きなピアノ曲いくつでもいいので教えてください。好きなピアノ曲はラフマニノフのピアノコンチェルト2番3番とチャイコフスキーのコンチェルトで、弾いたことないんですよ、その3曲とも。で、弾きたいなと思ってるんですけど、なかなかやっぱ練習もめんどくさいんでサボってますね。全然まだ譜読みもしてないです。はい。あとファンクラブは実現しそうですか？そうですね、今ファンクラブについてもう独自の、プラットフォームからそのエンジニア部門と今相談して、エンジニア部門ちょっとカッコつけたんですけども、エンジニアの人とちょっとね相談しながら、ちょっと個人でねちょっと今作ろうとしてるので、ちょっとできたらちょっと入ってください。で、そことかでね、そのオフ会とかのイベントとか告知とかをしていきたいなとか思ってるので、まだちょっと先の話なんですけど、今作り出してる最中なので、そのサイト自体もみんなチェックよろしく。一番気に入ってる自分の筋肉紹介してください。二頭筋、バイセップ、二頭筋。他にやってみたい楽器はありますか？歌だったり、あとは打楽器でどこまで大きい音が出るのか検証してみたいですね。苦手なものは何ですか？虫。好きな食べ物は5個。5個、ハンバーグ、焼肉、カレー、ラーメン、寿司。
感動した映画3個、はい、君に読む物語、ホームアローン、そしてあとなんかウィル・スミスのなんかあの詐欺師の映画、ペテン師みたいな感じ。体の小さい子が迫力ある綺麗なフォルテを出すにはどうやって弾けばいいか教えてほしいです。これはもう、直接教えるしかないですけど、まあ、イメージとしてはその人って必ず全て筋肉があって、で背中の筋肉っていうのが結構人間の体でかなり大きい部分なので、でそこをもともと必ず小さい子でも筋肉自体はあって、その筋肉、その背中の筋肉自体はものすごく大きいから、それをうまく使うとかなりいい大きい音が出ると思います。でもその使い方をマスターするためにはものすごく時間がかかるし、僕も最近やっとその背中のトレーニングとかを2年間ぐらい3年間ぐらい本気やって、最初の1年間全然分からなかったけど少しずつ分かるようになってきたので、まあ、それをまあ端的にフォルテか、まあ、直接レッスンだったら指導しますよ。嘘です、これは難しいので一緒にみんなで頑張ろう。ピアノ留学するならどこの国や学校がいいですか？まあ行きたいところはたくさんあるんだけど、まあ、学校自体はあんま行きたいっていうところはなくて、その国に行きたいっていうのはあるので、まあもしかしたらお金がたまったら、まあ、放浪するかもね。それも全部道具で出したいね。ヨーロッパ、フランス、イギリス、イタリア、ドイツ、アメリカも全て行きたいね、うん、オーケストラと弾きたいですか？はい、それは弾きたいです。もし弾くなら何の曲？チャイコスキーかラフマニノフの2番かな。まあでもまだ譜読みも実際してないから、まあ無理だね、うん。いつも夜にピアノ弾いてるイメージだけど、なかなか寝つけなくなったりしませんか？ね、なります。だからこんな時間に起きてるんです。女性ピアニストは胸の脇や肩甲骨の下の筋肉が動いているように見えます。それらを自宅でも鍛えられますか？鍛えると演奏変わりますか？ That's right, of course。関東にまだ来ないの？7月末ぐらいから行く予定だよ。今日は虫歯の日ですが、フォルテ君は虫歯ありますか？演奏中以外でも口が開いていることは多いですか？はい、もちろん。今まで何回も口が開いててよだれが垂らして鍵盤の上にたくさんよだれピシャーしてビアコの周りのようにしたことありますね。そしてプラス、僕は虫歯には今まで人生一度もなったことありません。はい、歯は大好きです。フォルテ家は音楽一家ですか？やや音楽一家って感じですね。まあ音楽が趣味な人が多いって感じですね。ストリートピアノ企画は近々ありますか？あるんだけど、ちょっとね、また今までとは違う形のストリートピアノをやっていこうかなと思ってるので、皆さんチェックよろしくお願いします。もし有名になったら一番会いたい人は誰ですか？まあプロターさんだったらヒカキンさん、ブンブン入る YouTube で、なんかやっぱ YouTube として生きていきたいんでね。まあ今最近芸能人もたくさん YouTube に参入してきてるんで、まあ、YouTube で人気出ればやっぱ芸能人みたいになれるんじゃないかなと信じてます。歌は練習続けてますか？サボってます。頑張ります。これからチャレンジしてみたい曲はありますか？ありすぎて時間が足りなくてめんどくさくてやってないです。学校の文化祭で伴奏するんですが、曲の雰囲気をなかなかつかめず曲の世界に入り込みません。そういう時はね、もう楽譜を食べよう。楽譜を食べたり、あとは飲んだり、いやもうそれは置いといて、普通にね、もう音楽を聴きまくって、まあ、どんな感じにしたいかとか先生とかみんなで相談しよう。もし生まれ変わったら何になりたい？俺。実家にピアノは何台ありますか？グランドピアノが3台、そしてアップライトピアノが1台、そして電子ピアノが数台って感じだね。子供にピアノの楽しさを教えるにはどうしたらいいですか？まあクラシックにこだわらず、その子供がやりたい曲をやらせてあげるといいと思いますよ。やりたい曲を弾くためにはこの練習が必要だよっていうのを教える形でやっぱ指導すると、やっぱ上達してくれるんじゃないかなと思ってます。憧れのピアニストはいますか？憧れのピアニストはデニス・マツレフさんだったりランランさんだったり、まあ憧れではあるけど、まあ多分慣れるとは思わないから違う形になると思う。今までない新しい新ジャンルのピアニスト。コンクールで不合格だった私に声をかけていただけるとしたら？気にするな、たった紙切れ1枚だ。まあ、それについての動画も出してると思うからね。大人になってからピアノについてお母さんと話しますか？あんま話さないね。うん、もうもう別々に好きに勝手にしてくださいみたいな感じですね。迷惑をかけるなよと、それだけです。弾くのが得意な曲は何ですか？まあ華やか系、派手な曲は得意。もうほんまにうわフォルテですみたいな感じのは得意ですね。プロテイン何飲んでますか？今マイプロっていうのを飲んでるんですけど、ちょっとねまたプロテイン尽きたから新しいの買わないとなってて、今尽きて全然飲んでないんで、最近はサラダチキンとか鶏胸肉をプロテイン代わりに食べてます。手広げて何度届きますか？ドレミファソードレミファソラシドレミ10度。ピアノ未経験者です。ピアノの魅力を教えてください。
僕もわからないあのなどうやった未経験者の魅力、ピアノはあくまで一種の、あの特技の一つとかそういう感じ趣味の一つだと思ってるから、いわゆる野球が好きだったり、あのサッカーが好きだったり釣りが好きだったりみたいな感じで、ただ単にそれがピアノゲームと同じような感じ。10の1の効果的な練習の仕方は、重度の速いアルペジオの連続は疲労蓄積しませんか？します、あれはします、します。効果的な練習はまたなんかあのブログかなんかにまとめるわ。親から言われて嫌だったこと、言われたかったことありますか？ないです。記憶はあんまないです。現在同じようにピアノ嫌いになってしまった子にアドバイスがあればお願いします。まあサボりたいときはサボって好きなことを探してみよう。そしたらもしかしたらまたピアノに戻ってくるときがあるからかね。あるよね、多分あると思うよ。だからまあそのときやりたいことを一生懸命やってみよう。グッ。減量中でしたよね。はい、ちょっとやってたよね。ピアノの練習してたらフラフラになっちゃいませんか？あ、もうそんな、もうあのそこまで絞らないから大丈夫そんな、その世界はもう 2% とか 3% やけどね。宝くじが当たったら何に使いますか？あ、もうみんな YouTube バイバイどうやったら以前自分なりに仕上げた曲の質をそれほど落とすことなくすぐに弾けるようになるのでしょうか？これも僕まだ研究中だから何とも言えないんですけど、まあ、とりあえずいろんな曲を弾くことによってテクニックが上がるから、まあ、それによってもしかしたら覚えてるんじゃないかなって思ってます。今までで一番難しいと思った曲は？難しいと思った曲、まあ、ショパンエチュード10の2かな。フォルテ君は以前スポーツされてましたか、あるいは現在スポーツされてますか？はい、過去に柔道、野球やってましたね。で柔道では一応全国大会県の代表になるぐらい結構頑張ってましたね。で相撲も実は柔道技で県のチャンピオンになって相撲部屋からもスカウトされました。どすかい。生でぜひ演奏聞きたいです。ライブ予定などありますか？今のところゲストコンサートだったりみたいな感じが、なんかいろんなそういう感じの仕事とかは今後受けていこうかなとは思ってるんですけど、まああの本格的なソロリサイタルっていうのはあんま考えてなくて、今のところはやっぱ修行の段階なので、まあ開きたいとは思ってるんだけど、まあもしかしたらオフ会演奏会とかは開いていこうかなと思ってるので、まあまだ今年中に開けるかどうかわからないんだけど、まあ今後とも応援してください。長い目でいこうぜ。ずっと幼い頃からお母様にピアノを教わっていたのでしょうか、それとも途中から別の講師に教わってたのですか？1週間に1回ぐらいは習いに行ってたんですけども、ほぼ毎日おかんのレッスンを受けてました。オリンのスパルタレッスン。ベンチプレス何キロいけマッチョ？最高100マッチョ。大丈夫。今一番行きたい国は？アメリカ。どうして？自由になりたいアホだろ筋肉したい。防音室って全く音が漏れていかないんですか？深夜にあれだけ弾いても OK なことに驚きです。まあ、あの周り何もないし、防音室は基本全く聞こえないような僕の家の防音室です。まあ、防音の質によっても多分変わってくると思います。今後の目標とか何かありますか？まあ、とりあえず YouTube をめちゃくちゃ伸ばして、まあ、あのいろんなことに手を出していくんですけど、あの、まあ、音楽だけにとらわれず、あのね、やっぱ音楽を使って人生に豊かするっていうのが僕のモットーだから、音楽とか筋肉を。だからもうあのこれだけに、音楽ピアノだけにもうあのこだわりすぎないようにしてる。畑でストリートピアノ素敵でした。なので畑の野菜で一品作ってください。わかったよ。フォルテ TV チェックよろピック。バッハは弾かないんですか？あ、バッハは苦手だから弾けない。でも弾かないといけないから今最近やりだしました。でもみんなにまだ披露したくないです。以上。フォルテ君はスタンウェイに憧れていると前に動画で言ってた気がしますが、スタンウェイのどこが好きですか？他の有名なベーゼンドルファーやベビシュタインよりもスタンウェイに魅力を感じる点はどこなのか気になります。まあ、やっぱ多分弾いた回数が多いっていうのもあるんだろうね。でもなんかスタンウェイっていう名前が好きなんだろうね。まあバカです。まあ、でもやっぱあのいい男出るんですよ。プロとはまあそれ自分のそのプロだと思って仕事を受けてる、そのお金をもらって仕事を受けてるというか、まあそのことに関してお金をもらってるってことに関して、やっぱもうそれはもうプロだなと。 YouTube はもう逆に一種のプロだし。今までの人生で一番嬉しかったことは？今。悲しかったことは？言わせる？芸壇の石に落ちたことだよ。ふざけるな、メトロニオ。耳を良くする練習ってありますか？逆に聞きたい。でも耳は3歳までに決まるって言われてるから、まあ、それまでの間にめちゃくちゃいろんなのを聞くといいらしいよ。
よくするトレーニングって、まあ、自分が上手になるしかないんだけど、自分の音を自分で審査にするが一番上手になりますよ。そう、この前言った録音です。その録音の仕方は僕の動画、過去の動画見てください。超効率的な録音練習法というのがあるので。ピアノの掃除の頻度や掃除の仕方を知りたいです。うん、乾いたタオルでフキフキするといいらしいです。やはり好きな曲を練習するより反応を優先させるべきでしょうか。いや、これがどこの段階を目指してるかによると思うよ。自分がその何好きな曲を弾く方が楽しいんだったらそれで全然いいと思うし、でも本当にかなりいろんな曲を弾けるようになりたいと言ったら、やっぱハノンだけではやっぱ結局はダメだから、ショパンエチュードとかも絶対弾かないといけないだから。自分のことどう思ってますか。俺は俺だな。誰とも被らないんだろうねと思ってる。まあ、中山きんに君とはもしかしたら被るかもしれない。早いパッセージの弾き方を教えてください。ゆっくり練習。何のピアノ使ってますか。ヤマハの C1。子供の頃レッスン後のご褒美はアメリカンドッグでしたが、大人になってからの練習後の次へのモチベが上がるご褒美はありますか。ない。もうモチベでやってない。幼少期からどのような教則本で勉強されてきたのか教えてほしいです。まあ今後ちょっと詳しくね、おかんとかと一緒にね、そういうのをね解説していけたらなと思ってるけどね、ちょっと今はまだまとまってないけん控えとくわ。コンクールや発表会本番、練習通りに弾くには、もうそれを練習通りに弾くにはっていう、やっぱ難しいとこだよね。だからまあ練習の時に本番と思って練習してたら弾けるようになると思うよ。ピアノから離れたくなったことってありませんか。あります、あります。小学校5年生の時野球に始めました。そして中学校柔道始めました。柔道も強くなりました。離れてました、ピアノは。ピアニスト以外に将来の夢はありましたか。やっぱ もともと結構社長になるとかずっと言ってたからね、社長だったり芸人だったり俳優だったりなんかいろんなやりたいことはあったけど、まあやっぱビジネスとしても成功させるっていうのは僕の夢でもありますね、昔からの。新しい曲を始めるとき、音を拾い指を鳴らしているときにどんな音が欲しいも考えながらやっていますか。はい、多分はい。10の1を本番でうまく弾けるようにするには、もう何回も本番に持っていくしかない。うん、それだけ。いろんな人の演奏を聴きすぎると自分の色がなくなってしまうと聞いたことがありますが、どう思いますか。まあ僕はあんま影響されないタイプだと信じてるけど、やっぱり多分聞いたからその自分の演奏、好きな演奏にたどり着いてると思ってる。まあいろんな意見があったから、まあでも多分影響されるんかな。まあでも影響されたとしても、結局のところその真似るってことはものすごい自分にとっての成長になるから、逆に考えてごらん。エフゲニー・キーシンのモノマネができたら、それはもうエフゲニー・キーシンの演奏ができたってことはものすごく世界的に評価されるってことだから、それになるためのテクニックが相当いるってことだから、まあね、真似するっていうのはものすごくいい練習法ですよ。私は手が小さく9度ギリギリですが、英雄ポロネーズは弾けると思いますか。もちろん余裕です。まあ難しいと思うんですけど、やり方によっては余裕です。シュパコンクールとかで結構ちっちゃい手の人とか、小林亜美ちゃんとかも弾いてたので、いけます。理論的には不可能ではない。次の相方ちゃん探してるんですか。今のところ探してないね。もう完全にフリーランスで個人でやっていくってことになったから、まあいわゆる個人事業主で今やってるんで、まあこういう形でやっていこうかなと思ったので、まあソロですね。もう無人島に持っていくものを一つ選ぶとしたら何を持っていきますか。パンツかな。やっぱ全裸でさすがに SOS 出せないんでね。まあパンだって何も持って無人島に行くとしたらフルで行かんといけないろ。もう何も服なしで。ってことはパンツは持って行かせて。恋人はいますか、あるいは好きな人はいますか。みんなはどう。それではじゃあねマチョ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